圧縮部分、これも同じくですね。頭先書いて、腰先書いてとか、圧縮部分は最後に書いた方が腰ら辺、足で隠れてほとんど見えないはずです。もう多分膝と肘重なるぐらいのはずなのに、胴をめちゃくちゃ長く書いちゃうとか、そういったことが起こって。皆さん、こんにちは。お絵描きうまくなろうクラブのアドです。ということで、本日はですね、視聴者様のリクエストにお応えしまして、前のめりの体勢の人の書き方をご紹介させていただきます。これ前のめりの人の書き方という括りだけでなくて、結構難しいポージングは何で難しいのかというのと、それに対してどういうアプローチで練習していったらいいかっていうのをちょっとご紹介させていただこうかなと思います。で、今回、コメントいただいた方は、このマイポヨさんという方です。マイポヨさん、いつもご視聴いただきありがとうございます。前のめりの体勢をしている人の書き方を解説していただけないでしょうかということで、アド自身もですね、人を書くっていうところで言うとかなり苦手な、方なので、その苦手なアド自身がこうやったらちょっとはマシになったという、その方法をご紹介したいと思います。で、結論からお伝えすると、最終的にはこういう感じの模写だとこんな感じと。で、この模写したものを別アングルから書くとこんな感じっていうようなことをお伝えしたいなと思ってまして、今日の動画をご覧いただいたら、今まで見ていた参考書とかの見え方もちょっと変わってくるかなと思います。で、まずですね、イラストをこういうのを書くという上で、最初から結構複雑なことをやりがちで、僕も筋肉とかの練習から勉強から入ってたんですけども、するとね、ちょっと上達が遅れてしまうなというのが最近思うところなので、複雑なものよりもこれぐらいシンプルに書くっていうところを目指していただけたらなと思います。この参考書とかで言うと、いろんなアングルから書くっていうのはどういうことかっていう解説をね、すっ飛ばされていろんなポーズが書かれているので、めちゃくちゃ難しいと思うんですけども、まず皆さんにちょっと前提としてお伝えしたいのがですね、例えばこの人が、いるとしてですね、これ、正面見てる人と、下見てる人、上見てる人っていうのがいたとします。目の高さって何かというと、例えばリンゴが目の前にあって、スパッとこう水平に切ると断面が見えないと、それがいわゆるその目の高さっていうことになってくるかなと思うんですけども、逆にこう上見たら天井が見えるし、下見たら地面が見えますよね。こういう箱を想像していただきたいです。はい。で、水平線だと断面が見えないと。これがまず基本的にこうアングルの見え方の違いの第一歩かなと思うんですけど、それに対して間こうやって詰めてですね、水平線からこのパース線で、そこにこんな感じで線つないでいくと、こう、個室で区切れると思うんですけども、これだけでこう、部屋の分割ゲームみたいなのができるので、ちょっとぜひやってみていただきたいなと。で、これ箱にしても同じく、こうね、下から上を見上げると底面見えるし、上から下を見下ろすとこう天井が見えるよねという、これをまず前提で、自分がどこからどう見てるか、対象をどう見てるかっていうのを意識していただきたいです。こういうのを模写するときも、自分が対象をどう見ているのか、もうせめて上から見てるか下から見てるかだけでもちょっと意識していただけたらなと。で、人の形になるとですね、箱でもそういうの難しいけども、人の形になるとさらにめちゃくちゃ難しいよねということで、で、アド自身はこれが難しいということがですね、全然よく分かってなかったというか、難しいということが分かってからちょっとだいぶ書けるようになってきたかなと思うんですけども、例えばこのしゃがんでいるこのポージングの人をちょっと高さ別で書いたとして、そうした時にもですね、見え方がちょっと変わってくると思うんですね。すねと、下から見上げるとやっぱりすねがよく見えたりとか、胸と顔がよく見えたりとか、逆にこの横からも横から見ると胸がですね、水平でこう見えなくなっちゃったとか、上から下を見下ろす感じになると、これみたいにこう背中が見えてきたなとか、膝下が圧縮されて全然見えないなとか、そういった感じでアングルごとにちょっと見え方が違いがいろいろ出てきますよね。これ箱だと底面見える、天井見えるだけですけども、人になるとそれぐらいたくさんの見え方が違いが出てくるということで、どこから見えるか意識するというのはとても大事なんじゃないかなと思います。で、こういうのを書くときも、この人が収まる箱というか空間をちょっと書いてみていただきたく、これ幸いにもこう地面を書いてくれているので分かりやすいんですけども、これだと地面がこう見えないなとか、これ地面の底面見えてるなとか、わかると思うんですが、例えばこの人を書くときもですね、もう超絶シンプルに、まず重要なのは、こういう人じゃなくても、こういう物体が真横から見てるんだということですよね。真横から見てるんだっていう意識を持って、こういうシンプルなものを書いていただけたらなと。で、このアングルにちょっと箱を書き直しておりますけども、このアングルにしてもちょっと書き方としては、このアングルの時も最初にこの足のね、底面をこう足の甲を地面に沿って置いてあげて、足をこう生やしてあげて、で、これ意識するときはこの箱、ここめっちゃ歪んでますけども、この足の並び、膝の並び全部平行になってきます。これはシンプルにまずは書いてみると。で、これも同じくですね、地面に足を置いてあげて、で、こういう圧縮されてるももとかこの辺とか圧縮されてるんですけども、こういうのはもう最後に書いてあげたらいいと思います。ふくらはぎ書いてから、腰書いてから最後に書く。じゃないとこういう太もも見えてないので、僕はね、もうめちゃくちゃ書きたくなっちゃうので、圧縮部分、これも同じくですね、頭先書いて、腰先書いてとか、圧縮部分は最後に書いた方がごまかされづらいです。これはこれです。上から見てる状態。足生やして、腰書いて、で、太もも書いてあげて、足の甲を書いてあげて、で、間を詰めると。こんな感じで、足を書くっていうこと、イコール、地面を書くみたいな、
ことなので、これぐらいシンプルな人を書くっていうところからまずは、マイポルさんも入っていただけたらな、入っていただいた方が分かりやすいかなと思います。このどう見ているのかっていう、下からか上からかどう見ているのかと、この写真一つ見るときも自分は対象とどう並んでいるのかっていうところ、それからペラペラの紙くらいシンプルにまずは書いてみて始めると、そして別アングル、できたら別アングルにチャレンジしてみたりしたらいいかなと、まあある程度書けるようになったっていうところからオリジナルのイラストを書いたりですとか、まあ、好きな漫画家の模写とかしたら勉強になるかなと思います。今回こちら、概要欄のピンタレストで、アドのピンタレストの方で、いろんなポーズというボードを作っておきましたので、そちらにこの画像は入っており、で、この女性を見て描くときも、見上げるでも見下ろすでもなく、平行にこの人が座っていると思うので、この地面だけペチョって描いてますけども、で、シンプルな人物から描くと。で、次は下から見上げたらどうかっていうのを描こうと思ったんですけど、その時もまずはこの箱を下から見上げた時に、ちょっと地面大きすぎですけども、まずは地面が見えるよなということで、地面を描いてみると。次、天井も描いてみる。箱を下から見上げるっていうのを描けるようにするところからまず入ってみていただいて、その後にこれを下から見たらじゃあどんな風に見えるかっていうのを考えながらね、どこがよく見えるのか、どこが見えづらくなるのかっていうのがこれキーポイントです。今回使ってるブラシはすべて下書きはブラシペン、こういうペン入れはベジータブラシで使っております。またあの概要欄のブラシダウンロードサイトガムロードにて、ベーシックブラシセットっていうのを用意しておりますので、そちらダウンロードいただけたら、あとが、これから先もよく使うであろうブラシセット3つ3本入ってるのはご用意しておりますので、でこれぐらいあのシンプルに書けた後に、こういう風にペン入れ、ブラシペンでひたすらペン入れしていただけたらなと、あとは上にディテール載せるだけと。で、アドは結構お絵描きするときも、最初から複雑なものを描くのが大事と思ってたんですけども、まあ、ここまで勉強してきて、どうやらシンプルで、いろんなものを描けた方がいいということが、ね、強く思うようになってきました。次、別ポーズでもやってみたいと思います。これも目の高さ、だいたいここぐらいで、地面がちょっと見えてますね。で、地面描いてあげて、この人が収まる箱を一旦描いてあげました。で、そこに対して、こう、シンプルな形状で撮ると。シンプルな形状。これ、こういうのが大事かなと思います。別アングルから描くっていう時も、この箱を横から見た時にこの人はどういう風になっているのかっていうのをちょっと想像しながらね、難しいですけども、シンプルに撮ると。で、人の顔一つ撮ってもですね、これ、この写真だと僕は若干ちょっと左に右に傾けて描いてるんですけども、こちらの写真だと奥側に傾いて描いてるので、ちょっとね、別の傾きで描いちゃったりしてるので、その辺は慎重に考えていかないとなと思うんですけども、このベーシックができたらあとはこう上にね、こう乗せていくだけです。で、体の凹凸の特徴とかその辺はもう書いてたら多分覚えてくると思うんですけども、なんせ大事なのはこうシンプルな形状でちゃんと、捉えられるかという、結局自分のイラストを後から見ると、ね、変なところがいっぱいあったりとか、あとは勉強になることがたくさんあります。例えば、書いてて、このすねがねよく見えるようになるなとかの他にも、この手の甲がこれ下から見ると圧縮されて、ここあんまり見えなくなるよなと、ここも手の甲をしっかり書いてしまうところがあります。で、この腕のここ、この肘から下もちょっと長めに書いちゃったりとか、下から見た時にこの腰ら辺、足で隠れてほとんど見えないはずです。もう多分膝と肘重なるぐらいのはずなのに、胴をめちゃくちゃ長く描いちゃうとか、そういったことが起こってくると。これディテールで描く前にそういうのを気づいて修正していかないといけないんですけども、まあ後から見たらこういう現象が起こっちゃう。これがそのいわゆるかがんだポーズとかが難しい一つの理由だと思います。本当に見えてないのが嫌で描いちゃう。下から見るアングルになった時にも、見えてないのが嫌で胴を描いちゃう。そういったところが起こってくるんですけども、もう一つ、これも同じくですね、手の甲が、例えば正面から見たら手の甲が全開で見えて指がバラバラになっているんですけども、右横から見たらおそらく、ね、手の甲がこう圧縮されて小指ら辺は重なって見えなくなってくるというような形になると思います。足もこう傾いている場合は、こちらの場合もう少し、膝下がちょっと圧縮されるというか、こうその辺も表現できてないかなと、腕に関しては関節が1個増えちゃってたりと、そういったところも出てくるので、皆さんもぜひちょっと自分で書いて、ちょっと自分で添削していただいて、いいところと悪いところ、それぞれ見ていっていただけたらなと思います。いずれもですね、まずはこれですね、これをちゃんと書けるように。で、まあ、合わせてご覧いただきたいのは、XYZ 軸の動画と、あとは先日ご紹介したキム・ジョンギさんの、模倣の動画ですね。そちらをご覧いただけたら、人の顔の角度、前回は人の顔っていうところにフォーカスして、これに近いことをやってるので、ぜひ自分がどこから、どの角度でそれを見ているのかっていうのを意識してですね、皆さんも絵の勉強というか、絵の模写とか、絵の勉強をしていただけたら、成長スピードが上がるかなと思います。僕自身も皆さんと調べて皆さんと一緒に上手くなっていくっていう感じなので、何か題材というかね、これは分かりづらいっていうのがあればまたお伝えいただけたらなと思います。それでは皆さんもね、お絵描きを楽しみつつ一緒に上手くなっていけたらなと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。